ラジオネームどうしようか、カツカレー。有吉さん、ヒャダインと並ぶ音楽界の嫌われ者、二大巨頭の一人ナオト・インティライミの野郎がこの度公開される映画で俳優デビューをするらしく、舞台挨拶で堤真一らと共演することについてこんなことを言ってやがりました。サッカーで言ったら初試合で本田と香川と一緒にワールドカップ出るようなもん。演技は刺激的でスリリングだった。たくさん勉強していろんな役に挑戦したい。天狗かおい。てめえみたいな素人と堤真一じゃな、金玉とクリスティアノ・ロナウドが一緒にサッカーするようなもんだろうが。堤真一褒めてんのかディスってんのかどっちだおい。だいたいてめえみたいな YouTuber レベルの三流ミュージシャンがハッタリかました演技なんて誰も見たかねえんだよ。そんなに演技したかったら嫌われ者のヒャダインとな、どっかで勝手に撮影して YouTube にでもアップしてろ。ひどいね。